海上都市アストラムクローズ、人類最後の楽園であるこの都市では、全住民の夢を統合メンタリングすることで、どんな犯罪も起こりえない完璧な平穏が作り上げられたはずだった。殺人事件の被害者はこの楽園の創設者、監察官として捜査を任されたあなたは、左手に宿る過去を書き換える能力で事件解決に挑む。次々と現れる捜査を阻む謎に立ち向かい、証拠を示し、平和を失った都市を危機から救い出せ。真犯人を暴き出すのは君だ。そして明らかになる過去に隠された渦巻く陰謀。もう終わりにしよう。僕は死んだはずじゃ。ディスクロニア、クロノス・オルタネイト。いやあ、刹那圭介だよー。今見てもらった映像がですね、今月23日に発売予定の VR ゲームディスクロニア・クロノス・オルタネイトの PV でございます。こちらのゲームですね、もう数ヶ月前から俺ちょっと Twitter とかでちょっといろいろこのゲームのことをつぶやいてたりするんですけども、もう発売前から神作と呼ばれるであろうことが決まった VR ゲームだと思っております。 PV 見てもらってどうでした？壮大な映像、すごいストーリー性があるような感じだと思いませんか？でも今の PV1 分40秒ぐらいですでにちょっと心を捕まえている人もいるんじゃないかなと思いますが、今回なんとこのゲームを制作されました株式会社マイジアレスト様より情報や素材のご提供とともに先行体験版をいただきましたので、今回そちらを実況していきたいなと思います。いや、すごいよな、こんな神作をさ優先的に先行体験させてもらえるとは、俺すっごい幸せの限りです。マイディアレスの皆様、誠にありがとうございます。今回先行体験させていただく体験版の内容としてですね、謎解きパートらしいんですよ。すごい楽しみ。では早速行きたいと思います。さあ、やってまいりましたディスクロニアの世界にようこそ。さあ、この世界に来ることをどれだけ待ちわびていたでしょうか。長いこと待っていました。数ヶ月待っておりました体験版ですが、先行的にプレイさせていただきまして、すごい光栄に思います。やってみます。あ、設定画面かな。こんな感じでね、なんと音声がですね、英語版もあるんですよね。で、言語が7個、もういろんな国の人に遊んでもらおうという気になっております。もちろん日本語日本語なんですけど、今回やるのは決定。ディスクロニア、クロノスオルタメイト、エピソード1、体験版にようこそ。はい、参りました。ディスクロニアは、遥か未来の都市を舞台にした VR 捜査アクション。はい。あなたは、殺人事件の捜査を命じられた監察官。そうだよね。謎に満ちた都市を探索し、起こるはずのなかった事件の真相を解き明かそう。はい。今回は、パズルパートの一部をプレイしていただきます。パズルパートなんやな。それではディスクロニアのファーストプレイをお楽しみください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。クリア後にある素敵なサプライズをお見逃しなく。準備はいいですか？マジサプライズがあんの？ウェルカム、すごい楽しみやないか。俺、うち乙女やっけ、サプライズとかに弱い。あ、来た。どこだ？あ、春じゃ。
春してになったんだ俺。あ、春の育長来た。春になったぞ俺が今。アストラムクローズか。俺が噂に聞いとったアストラムクローズ、会場都市やな。誰？私の声聞こえてる？誰が俺に語りかけてきてるんですけど、いきなり。この声は、そこに誰かいるの？春、拡張夢に来て。夢の中に？なんだ？右手の A ボタンを押し、長押しすることで拡張夢へアクセスできる。こうか。来た！夢の中にアクセスした！わあ、一筋、わあ！これよ !PV とか、公式の配信、生放送とか見たやつ。あー、すっごいな。すごい綺麗な魚が飛んびょる。何がすごいってさ、メタクエスト2なんよ。パソコンの力全く使ってないんよ。ゴグの中で入っとる、機材だけでさ、こんな綺麗な映像出したよな。パソコン使わずにここまで出せとるってことがすごいと思うよな。移動と、左スティックで移動と、テレポートで、右で、あ、こういうテレポート移動もできるんじゃ。あそこに誰かおるな。誰だ、君は。あ、アイコンあるで。これか。君は誰？お願い。扉を開けて。まず誰か名乗りなさい。まず誰か名乗りなさい。誰だっけこれ。これからあなたをある場所に送る。真実は閉ざされた扉の向こうにある。何それ、真意の扉？え、剥がれんやないかお前。あなたの観察力とひらめきがあれば仕掛けられた謎を解くことができるはず。あ、さすが謎解きパートやな。謎解きを体験できるってあったもんな、言ったもんな。未来を変えられるのは過去に干渉できるあなただけだから。そうなんだよ、俺の左手、過去に干渉できる能力があるんですよ、春がね。念じなさい。わあ！何これ。ラムファード博士の家か。博士の家か。亡くなるっていう噂の。ここに来るのは何年ぶりだろう。現在スキャン中です。なんだ、ここで謎解きがあるってか。あ、いよったな、扉がどうのこうのって。あそこやな、扉。あ、見つかった。あ、近づいてきた。なんか4つ繋いだらさ、消えそうなやつ来た。同じ色のやつ4つ繋げたら消えそうなやつ来たな。ハルサイオン特務観察官、お疲れ様です。何か問題でも？奥の扉の部屋を調査していたのですが、入室制限中になっていて入れません。入室にはカードキーが必要です。探してきてくれますか？あ、それを探しに行くためのいい。なんか、探しに行くんが今回のミッションか。ロックされた扉の先に進むために必要なアイテムを探して、扉の前の警備ドローンに届けよう。オッケー？なにこれ、なにこれ。先ほど、こちらのエンブレアを見つけました。なにこれ。何かのお役に立つかもしれません。ありがとう。ありがとう、やけど、なにこれ。鍵っぽいな、なんか。扉にはめ込んだら、なんか別の扉が開きそうな感じも来たな、俺。どっかで使えるだろうか。うっしゃ。めっちゃこっち見てくるやん、でも。あいつ。B ボタンで所持品を表示して、アイテム取り出すことができる。やってみようか。あ、これね。で、こう。あ、アイテム完全に手に取れるんじゃ。アイテム欄がこうあって、そのアイテムを手に取ってこう見えるんやな。さすが VR って感じがする。もう移動していいかな。オッケーみたいだね。どんな感じなんじゃ。扉が左右に2つあるけん、この扉がなんかあるのかなというところですか。あれ
あ、両側になんかこんな感じでロボットおるんじゃ。へえ、なんだ。こっちの彼が何か言いたそうにしとんかな。ここは通れません。あ、ダメですか。ごめんなさい。出られません。出られません。じゃあ、左右のところ、こっちかな？こっち行ってみようか、とりあえず。あ、手でこう合わせるか。さっきのエンブレム、この部屋にぴったりはまりそうな場所があった気がする。そうなん。覚えとんじゃ、なんか記憶の中に。春が。ってことは？え？はまりそうな場所。このくぼみとかそうなんかな、もしかして。つまりこうして関係ない、違うか。あ、これか。はまりそうな場所が あったような気がするって。ここか。あるな、確かに。これこっから開いてこうか。でこう、あれ高さが合ってないこうかな。オッケー。これはなんか開いた。ないないない。スティックを倒し込むので、しゃがむことができる。あ、こうか。あ、しゃがめる。なんかある。なにこれ、なにこれ。ファイナルファンタジーで出てきそうなマテリアみたいな感じは、お前。これはなにこれ。調べてみよう。クリスタル、なんか手に入ったけど。ちょっと見せて、これ。すごい綺麗。なにか、これ使ったら魔法使えそう。そういう世界観じゃないけど魔法使えぞこれ。マグネシウムや鉄を主成分とした鉱物、鉱物なんじゃ。クリスタルかっこ緑、なんか分からんけどこんなもんが出てきた。何これ。じゃあ部屋行ってみるか。今度こそ行けるかな。あ、入った入った。お、なんか、なんかチェスの台みたいなんか、なんかちょっとマス目小さいけどチェスの台みたいなんかあるけど、これは？ご案内します。応接室か、ここ。ああ、お客人を招いてここでチェスしとったんかな。チェスのインテリアのようですね。やっぱチェスなんじゃ。俺チェスのルール知らんけどチェスとされるん、これ。この模様のついた台座に何か秘密があるようです。ですよね。とりあえず駒全部集めてみるか、これ。これだろ。見つけた。これクイーンか。クイーンね。これじゃなくて。で、こっちが、これ何これ。見たことがある。これルーク。あ、なんか兵士的なやつ。なんか、壁役みたいなイメージがあるけど。ようわからんけどね。あの、壁際のチェス盤。あ、これね、なんかさっきから、さっきもちょっとこいつ見に来よったもんな。教えてくれよんじゃ。とりあえず駒全部集めるね、これ。とんがりコーンみたいなやつか。とんがりの食い物みたいな駒出てきて、これ。ビショップ。あー、なんかシャドーバースでちょっと名前聞いたことあるよね。実際のところ、チェスのビショップってなんかわからんけど。ボーン。何これ、人生ゲームの駒に刺すようなやつ。子供一人増えたら人生ゲームの駒のところに刺すやつ。これで全部？ああ、まだあるわ。これは何？これか。これキング？え、これキング？あ、これがキングなんじゃ。なんか王冠みたいな感じなかったけど。え？これがキングで、こっちは？あ、クイーン、これで、キングはこれ。なんかクイーンの方がキングっぽい王冠ついてますけど。そういうもんなんじゃ、チェスって。で、こっちをな、なんかこっち、あ、なんかマークついてる。あ、これ、OK ってことか、ここに。これが、クイーンっぽいな、これ、形的に。かな？それとこっちがトンガリコーン。トンガリコーンのやつあったわ、ほらほら。トンガリコーン、来た。なんか来た！なんだ、急に暗く。しかも、しかもなんか出てきたし。馬じゃ。警告します。照明をした。現在、スキャン中です。光る模様は何でしょう？あ、
これ 4×4 やけんさ。うわあ、なんかいろいろ出てきてる。床に絵とか出てきてるしな。ああ、これ、ああ、4マスになんか。もうこれ、そうか馬。わあ、私の相棒は凶暴です。みたいな感じやな。もうこれ取り出せんってことはもうこのままで置いとってええんじゃ。ご案内します。あ、ほんまじゃ。こっちにもこう置き場所が出とる感じになってる。この模様が模様の感じで表して、これが4つ OK って感じやろ。そのうちこれはこれっぽいよな。このなんかパンプキンみたいな感じ、こう見たらなんかすごいパンプキンみたいな感じになってる。パンプキンキング、パンクキング、パン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 なんか変なこと言ってる。パンプキング、パンプキングだろ。でこれここパンプキングだろ。もうなんかパンプキングと、あ、なんかそれぞれ置く場所がこうですって。この4つの、総括したら全部置く場所分かるみたいな感じになってるんじゃ。馬書いとるもんね、こっち。ってことはこの一番角が馬なんじゃな。俺、私の相棒は凶暴です稼働。あとなんか人生ゲーム、人生ゲームがここってことになるな。人生ゲーム、で最後これあそこにある横から見てるよくカップケーキみたいな形のやつ、カップケーキ、横から見てるカップケーキ。ここあれ反対側回ろうか。カップケーキ、よっしゃカップケーキだ。あー、赤いやつ来た。さっきの緑、赤いやつもあるんじゃこれ。クリスタルを発見しました。あるね、赤いやつ。赤いクリスタルだ。深い朱色をしている。よっしゃー、他の部屋でもクリスタルを探し、他にもあるんじゃ。オッケー、とりあえずこの部屋クリアってことやな。よっしゃー、すごい順調にクリアできよる。いい感じのですか、春ソース感。いや、鈴木月ソース感。別の部屋行きますわ。じゃあ反対側行きますね。こっちの部屋。よいしょ。こうか。あれよし。こっちはどんな感じ？何個？あ、寝室か、ここ。しかも、博士の。おう。あのベッド、なんか、狭ない？窮屈じゃない？あんなで休まる？天球儀？天球儀って読むかな？あー、カード機？あれか、あれか。しかし、厳重に保護されてるようです。オッケー。厳重に保護されてるようです。オッケー。これ。誰かの過去を見ることができるみたいな。あ、来る？その左手の力。あ、左手でアイテムを掴み、トリガーを流すようにすることで、あなたの量子干渉力、過去干渉を使用することができます。マジか。使わせてくれるんじゃ、この春太陽の左手の力。そうなんですよ。春太陽を左手で触ったものの過去を見れるっていうね。これ前々からこのゲームの説明でよく出てきよったんやけど、使わせてくるんだよ、この能力。こうやって、これで、これでいいんかな。あ、前のトリガー、このボタンボタンあかんだかな。これで長押しちょっといける。来た。うわー、何か見えるんじゃ、これで。あ、これ、博士かな。あ、4つあって、これ4つはめ込んだら、あ、真ん中のカード機が取れるみたいな、そんな仕組みか。オッケーオッケー。今のは博士の記憶か。あのクリスタルはどこにあるんだろう。俺が読まんでも、春のセリフは俺が読まんでも別にええんか。CF についたんか、俺。はいはい。そのうちの2個か。2個がここにあるけん、もうはめ込んどんでもいいでしょうみたいな感じじゃ。よし。もう1個。ここやね。あと黄色があるんやな。この部屋か。
こんな感じで、あれ、あ、なんかがあるねこれあ、カメラにもなんかできるで、これ、これでもこれ過去を干渉する能力あるんで、うわあ、うわ、写真集まって、写真撮るよこれ。あー、やっぱこの時代ってカメラってすごい骨董品なんじゃ。それまだ使えるの？あ、小さい黒の春やね、これ。俺博士視点になったんやな、これ。バリバリ。一枚取ってあげよう。へえ、ほえましい感じやな。あいびび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 び。博士がすごい動いてるからね、これ。春動いちゃダメだよって言いながら、後ろで博士がめちゃくちゃ動いてるからね、これ。あいびび。博士そんなことしないってか。おわな、家族っぽいな、これ。家族っぽかったな、これ。この間あるもんな、この時、この時の写真か、これ。わ、すごい、隣にちょうどエモいもんがあるんで、これ。こんな感じで。ほんま家族みたいな感じ。すごいエモいな、これ。前はそうなんな、これ。そうか。落としたら割れそうだ。気をつけないとな。これもしかして中にあるよ、あの黄色いやつ、黄色いやつもしかしてある？いえ持ってきようねえかいえあかんねえかいえっハルはそんなことしませんってかあ、なんかあるのこれ、蓄音機。あー、ちょっとこれも古いアイテムやけんさ、これが何なんだろうみたいな感じで春は思っとんかな。これがジェネレーションギャップってやつか。アンティークばかりだ。博士の趣味だったのかな。うん、確かにアンティークなもんが多いな。ズボといい、カメラといい、今の時代、これだいぶ未来の話やもんな、この世界観。よ、あ、あるで、ディスクって言うんかな、俺。円盤あるね、これ。曲メディアね。これセットして回せばええんか。これでいけるんかな。なんか中いる。中に詰まっているみたい。追い出せるかな。あ、来た。もう目当てのもんじゃん、バリバリ。これは。よっしゃ、クリスタルライオン1個。よっしゃ、ひび一つ入っていない。こんなこんに詰まっとんのにさ、ポロって出てきたんかな、俺。いきなり、ポロビカゴラスイッチみたいな感じ。よう出てきてくれたな。よっしゃ、全部揃った。行くか、じゃあ。待って、行くかじゃないな。さっきの部屋じゃん。さっきの部屋じゃん。こっちじゃん。何が行くかじゃ、これよ。アイテム欄開いて、これをここにはめ込む。よっしゃー、いいね。謎解き問題なさげな感じに解けよるわ。カードキーのロックが解除されたようです。そうですね、オッケー。よし、お困りですか。カードキーを渡しに中央のお部屋に戻りましょう。オッケー、行きましょう。こっち、今度こそこっち。先走りよったわ、これ、さっき。こいつじゃ。どこにいればいいん、これ。こっち？あ、違うな。あ、これ？あ、ここじゃ。ここに置けばいいんじゃ。オッケー。あ、こいつに頼めばいいんじゃ。動かすん。お願いしまーす。アクセプト。よっしゃ。入ってみよう。オッケー、行くぜ。この先に何が待ち受けとんじゃ、俺。真理の扉。向こう側には何が待ち受けておくんじゃわ。錬金術師の弟か。あなたならきっと、たどり着けると思ってた。妹のパターンかな、これ。この扉の先は、すべての始まりになる場所。始まりの場所？春。あ。お願い。あなたの力で。
アストラムクローズを救って。君みたいな可愛い子に頼まれちゃ断ることなんかできませんよ。この年の悪夢はあなたにしか晴らせない。俺にしか。いっていー違うよね。お、星町先生かっこよすぎだろ。これかサプライズって。お、Thank you for playing。 いや、こちらこそありがとうございました。というわけで今回先行体験版の実況プレイをさせていただきましたが、最後に流れた曲がですね、ホロライブの星町先生さんが歌うこのゲームのテーマソングです。セブンデイズっていう曲があるシーンですけどね、この曲がさ、すごい心のことって、もし CD とか出すんだったら買いたいなってぐらいなんですけどね。俺の愛車の86の中で流したいぐらいなんですけど。アクション要素とか結構体を動かす要素があるって聞いてたんですけどね。なんか自分の体の高さに合わせてですね、しゃがんだらゲーム内でもしゃがみの動作に入ったりするようになっとるらしくてね。思ったよりアクション要素が強いんやなって。体を動かして VR 内で体験するってことに重点を置かれたんじゃないかなっていう感じがしましたね。どうでしょう、この動画を通して皆さんもこのゲームのことを知りたくなってきたんじゃないでしょうか。そんな新たに朗報です。9月15日から18日まで幕張メッセで行われる、東京ゲームショー2022にこのゲームが出展されます。もちろん実機が置いてあって体験版がプレイできまして、噂によるとそこでプレイできる体験版は今回俺が先行体験させてもらった体験版とは違うステルスバージョン、つまり敵に見つからないようにゆっくり動き続けて逃げていくみたいな感じの内容なんですかね。そういうのも体験させてもらえる体験版もあるらしいです。興味がある方はぜひ東京ゲームショー2022に行ってみてはどうでしょうか。絶対楽しいこと間違いなしだと思います。改めてこのゲームなんですけど、今月9月23日にエピソード1がリリースされます。エピソード1から3までありまして、その3部作の1つ目が今月の23日に発売という形ですね。対応ハードはですね、メタクエスト2っていう VR ゴーグルと、後々今月の23には同時に発売されませんが、スイッチ版も出る予定になっております。今のところ対象機種はこの2つだけなんですけどね。 VR 持ってなくてもスイッチを持ってる人でもこのゲーム遊ぶことができますので、
そこを念頭に入れとってもらえたらと思います。というわけで今回はここまでですが、最後に冒頭に流した PV とは別の PV を見てもらってお会いとさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。お付き合い見えない奇心だ真実をこの左手で受け取る歪みねじ曲がる答え書いても温かい詐欺つかめ見えない過去を背負ったまま足らない声を聞かせてよ繰り出した時間願うために新しいストーリー描け見えない傷を受け止めて冷めない悪夢にさよなら絶望の先を刻むまでは進んでいくよ進んで宇宙のその先をディスクロニアクロノスオルタネイト。あなたたちの目を覚ますのが僕の役目だ。僕を思い出せ。